吉先生今日もよろしくお願いしますお願いします今年間で5日間有給休,休暇を取らなきゃいけないということなんですけどもそれについてどう思いますか、うん、いい時代だよねー <laughs> 羨ましいよ本当。<laughs> 有給休,休暇ね今の人羨ましいな僕がえー、まあ、ちなみにねあの19年前いや20年前約20年前に 光通信に出た頃なんて言われてたかって言ったら「えー、有給休暇を取る者は戦犯、えー、だ」みたいなことを言われたわけよたとえ親が死んでも有給は取るだみたいな <laughs> ありえないようなね戦後かみたいなそんな感じだったわけだから結婚式でもなんか取らせてくれないとかいうなんかそんな噂がねあってね、はい、ええとか思ってたわけですよ、うん、そんな時代だったからか僕は基本的に有給取って 言ったことがありません <laughs> 基本的にないですうんだからすっごいうらやましいで今あれでしょ、えー、月45時間、えー、年間360年間360時間を超える残業は法律違反になるっていう話らしいからまあ時代は変わったなっていう感じだよねなんかあの厚生労働省の時間外労働の上限規制をちょっとこうまあ今読むと 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、働く方々のニーズの多様化などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産向上とともに、就業機会の拡大や意欲、能力を存分に発揮できる環境を作り出すことが必要ですよっていう中に、残業はするなっていうのと、まあ、要は休暇を取れよ、要は仕事ばっかりするんじゃなくて、ちゃんと休みを取りましょうねっていう、なんか人間,の人間らしさっていうのを、まあこう、 国が認めているっていうかね、まあ、今の時代に合わせてっていうのかもしれないけどもそういうのを言っているんだよなあというのがあの、まあ、いいよなと羨ましいなあとうん、まあ、実際ね仕事ばっかりで家,族を、ね、家庭をおろそかにしていると、まあ、離婚話が出てきたりとかね寂しい思いをしちゃうから、まあ、そういう意味では社長以外はね社長はそういう人が多いけどね うんまあ、社員の方でそんなことしてると、ね、大変だから、まあ辛いから、ね、家族が、ね、離れ離れになっちゃうっていうのは辛いだろうから、まあ、そういうのもいいよなと思っちゃうわけですよ。そこでお面白いなと思ったのがあの小山社長の,あの武蔵野の小山社長の話で長期休暇を取らせるんだって、うん、長期休暇、えー、課長職以上の人は、えー、9日。 で一般社員にした5日間を年に1回取らせるんだって、はい、長期休暇、い、ま、わ、あ、連続休暇っていうかね、9日間連続でみたいな感じらしいねそれを、えー、月末か月末とか月初とかのその辺にこうぶち込むらしいのよ、なん、はい、で,でかっていうと、その長期休暇を取ると、えー、7つのメリットがあるって言ってるわけね。 社員を従業員を連続休暇をさせるとメリットが7つも出てくるって言ってるわけよ、はい、今までの会社は違うと思うんだよいかに休ませずにあの馬車馬のように働かせて働かせて働けっていうふうにやってたっていうのが従来のまあブラック企業と言われるゆえんなんだと思うんだけど、はい、武蔵野の小山社長は違うっていうのよ。そのもう年に1回 月末か月初にその連続の休暇を取らせろってそっちの方がいいって7つのメリットがあるっていうふうにおっしゃってるわけですよ。はい、僕はもうああなるほどなと思ったんだけど7つのメリットのうちにまず1つ目を言っちゃうと若手社員の転職防止になるって言われてるわけね。はい、でなんでかっていうとプライベートを重視するその今の若者若い社員っていうのはその。 お金よりも自分のプライベートを優先するっていう人種になってくるわけだから長期休暇っていうのは社員満足度を貢献する制度だって言われてるわけねだからお金お金お金っていうのは旧世代の人々今の,今の世代の人々っていうのはプライベートを充実させたいお金よりもプライベートだっていう感じの人たちが多いって言われてるわけだから休暇をたくさん取ってあげると こんな会社やってらんねえよって言って転職するっていうのを妨げるってこの会社はええ会社やなーっていう風になりますよとでなんでそこまで社員をこう可愛く可愛くこく抱っこ抱っこみたいな風にするかっていうともう今後人材不足の時代になってその人材戦略っていうのが大切になるからだっていう風にも言ってるわけねだからこそその社員の,あのモチベーションをね やる気を保つために休暇を取らせるっていうのがいいですよっていうのが1つ目のメリットねあなるほどなと今の時代にマッチングしてるよなとでメリット2つ目何かっていうとダブルキャストが実現するって言われてるわけ、えー、月末月初っていうのは現場も忙しいため抜けた穴を誰かが補填しなきゃいけないと。 うん、で社そ,うすそうすると社員の層が厚くなってダブルキャストが実現できるようになりますよっていう意味で,で3つ目が会社人間を作らないと、うん、仕事熱心はいいけどもその家庭がうまくいかないと。 仕事の成果が生まれない、仕事に成果が出ないっていうふうに言われているから、やっぱ家庭を大事にしてで、仕事も大事にしましょうね、仕事一辺倒になってくると家族がバラバラになっちゃうから、そうなると仕事の成果も著しく低くなっちゃいますよっていうのがあるからね、やっぱそういう意味ではさすが小山さんだね、小山社長だね。その社員のの仕事の職、うん 場のいている仕事だけじゃなくてプライベートの家庭のところも全部見て考えているっていうのがさすがだなというふうに思っちゃいましたね、うん、4つ目は何かっていうと上司も部下も成長するっていうことね課長や部長っていうのは自分が休んでる時に業績が下がっちゃったらうわちゃーってなっちゃうからもう自分が休んでも業績上がるようにっていうふうに、まあ、やっぱりちょっと頑張っちゃうわけねでそれと同時にその部下の人もその上司の代理を 上司の代理をやるわけだから、まあ、要はあの単純に成長がもうダブルで加速していくみたいな話になっていくわけね、まあ、だからあの上司も部下も一緒に成長していきますよとで5つ目がこれすごいなと思ったモンスター社員がいなくなるっていう話ね モンスター社員が生まれる原因っていうのはその社員が俺がいないとこの会社回らないだろうとか俺がいないとこの会社倒産するぞみたいな感じでその力が偏ってくるとモンスターが生まれてくるっていうわけよその会社のダブルキャストが実現できたりとかそのいろんな人がそのねその穴を埋めることができるっていうふうに層が厚くなっていくと別に俺がいなくても会社が回っているじゃないかとその部署が回っているじゃないかっていうふうになると 自分がいなくても潰れないなっていうのが分かっちゃうとそのモンスターを防止することができるっていうふうに言われているわけねそれはあなるほどなちょっと納得納得の話やなっていうふうに思っちゃったねうん6つ目がブラックボックス化を防げるっていうふうに言われているわけねうん他の人がその業務を代行することによって、まあ、代行する仕組みを作ることによって仕事に人をつけることができる っていいうふうになりますよということこね、まあ、モンスター社員がいなくなるとすべて連動してくるよねブラックボックス化を防げますよということになりますよ。で7つ目が社員が表面上仲良くなるんだって。<laughs> で基本的にはその本人都合による日程変更っていうのは受け付けないんだって、うん、あの休み取れって言って休み取らせるんだけどその 勝手に日程を変更したいっていうのは、基本的に NG なんだって。だけど、会社が決めた、その休みの日に対して言えば、もちろんその本人にとっては都合の悪い日っていうのが出てくるだろうっていうふうに言われているわけだから、その時は、その社員を、その日を変わってもいいよっていうふうにしてるんだって。変わってもいいよって言ってもらえるためには、仲良くないとダメでしょと。 仲が悪いと、お変わりたくないというふうに嫌だとか言,って言われちゃうから、表面上でもいいから仲良くしましょうねっていうふうになるわけね。なるほどなっていうふうに思っちゃったのね。なるほどな。あの長期休暇で7つのメリットがありますよ。1つ目が若手社員の転職防止になりますよ。2つ目がダブルキャストが実現して、3つ目が会社人間を作らない。4つ目が 上司も部下も成長しますよとで、5つ目がモンスター社員がいなくなって、6つ目がブラックボックス化が防げますよと、で7つ目が、えー、みんなね、表面上仲良くなるよという,うに言われているわけ、ね、で、有給休暇って、まあ、必ず取らなきゃいけないものだな、あれは。必ず取らなきゃいけない。で、有給休暇の消化率を100%にしたければ、なんかね、会社がすべての日程を決めてしまえば100、100%になるよという風に言われているんだけど、 武蔵野の小山さんは80%にしてるんだって、会社が休みの日を決めてるのは80%にしてるんだって、なんでかっていうと、要は病気やき引きなどのその時に、有給休暇が使えなくなっちゃうから100、100%にするのは良くないよと、会社が100%決めちゃうのは良くないよという話で、ね、80%に止めときましょうと、残りの20%は、社員の人に選ばせてあげましょうねっていう話らしいのよね。 いい時代になったなと思います、いい時代になったな,いいな,ったな、だって僕の時はブラックだったからだ、<laughs> だって有給取ったらさ、もう本当、戦犯扱いだったからね、うんあのそりゃないぜっていう話だよね、今の,今の時代はいいなと思いますね、だから、武蔵野の小山さんもやっているように、そのね、もしこう社長さんが見てるんだったら、従業員に休みを取らせてあげましょうよと。 やる気も、ね、リフレッシュしていいことになりますよっていうのもある,あるからね、なんかぜひぜひ、月末月初にまとめて連続休暇を取らせるっていうのは、かなりいい話らしいですから、7つもメリットあるっていう話ですからね、もしよかったら、ちょっといっぺんね、あの会社の中で取り入れていただければなと思いますね。辻先生今日もあありりががととううごござざいいまましたす